はい、こんにちは。デイ2ですね。まあ、あらかただいたいこうもう降りる状態にしました。頼んでた部品がフラット4から来たので、まずこれエンジンカート、まあ作ってもらってもね良かったんですけど、頼んだ方が早いんで、ね、買ってしまいました。で、あとはねエンジンシールね、エンジンルームのこうエンジンの周りに入ってるやつね、これとこれ、これ劣化すると下から熱が上がってきて、で上がったあったかい熱をまたキャブが吸ってっていう、こう熱の悪循環に陥ってオーバーヒートするんで、一応なんかまあついてはいるんですけどね、ちょっともうボロボロなんで交換することにしました。あとは、フロントのミッションマウントと、で今回コメントでね、ヒデさんから、アドバイスいただいて、まあ、○○さんはミッションのこうキャリアがちょっと違う形してて、ミッションマウントの形も違うんですよ。で、まあ、柔らかいみたいでね、それが。なのでそこを、他のタイプ1、スイングアクセルのタイプ1かバスのと共通のマウントに交換するといいよって話で、でフラット4を見てたら、こういうキャリアが売ってました。ジンクコートの形が違うんですよね、○○さんとは。でこれにこのタイプの、バスにも使える、バスとかタイプ3にも使われてんのかな。でね、形も違うんですけどね、硬いんですよこれ、すごい。だから、まあエンジンがねすげえ揺れるんで、僕のビートル、どうやら○○さんはそのミッションマウントが柔らかいんで、チューニングエンジン積むとね揺れると。なのでこいつに交換したら、ビシッと揺れも収まって、まあ、揺れてるってことはそんだけこうトルクが逃げてるってことなんで、多少なんか変わるんですかね。とりあえずまあエンジン下ろしてみたいと思います。では行きましょう。オイルパン外しの発電機も取っちゃいました。あとは奥にあるね、穴から見えるあのボルト、あれが右上、あれだけがエンジンルーム側から緩めるやつで、残りが左上と下2つ、それは下潜ってミッション側からね外します。でその4つとりあえず抜くと、まあエンジンフリーになって降りると。行ってみましょう。17ミリ。こんなの4つで止まってんすよ、ミッションケースに。すげえな、ほんと。はい、今ね、4つネジ全部外しました。一番上のそこね、右上と、あとねここが一番外しにくい、もう取っちゃったんだけど、奥にクラッチの、レバーがねいるんだけど、ちょっと見えるかな、超ナットがついてるやつね、ワイヤー、あそこの少し奥にね、ボルトがいます。で今回取るミッションマウント、ここにいるんですけど全然ピント合ってない
ミッションマウントの、真上あたりに両サイドに、ナットがいるんで、それが取れて、これで揺すって後ろに引っこ抜けばミッションと、ばらけるはずなんで、ちょっと揺らしてみますか。途中経過、こんな感じで、今あれはフライホイールかな、外れてきてますね。
降りました。で、今回の一応メインの作業したいところがここ、これミッションマウントこことここにいます。でね、ここの下にさっき言った、キャリアっていうこういうのが入ってるんですわ。こういうふうにどっち向きだろう、こうかな。で、丸3丸2はこれの形も違うし、このマウントのね形も違うんで、もう見た感じちょっとねこうもう崩れてるんですよ、ゴムが。だからまあ多分新車時から変えてないだと思うんですよね、これね。クラッチだけ強化が入ってるんですけど、多分乗せ替えた時にこっち側は何にもお店の方もやってなくて、エンジンだけポンって乗せてるから、多分マウントはねやってない、この見た感じだから。まあアドバイスいただいたみたいにこっちに変更してどうなるか楽しみですけど、交換してまた戻すのがねあとシールラバーはこういうこのね、ここの縁のこの外周に入っているやつ、あとこことこの後ろにも、ここか、ここにもいるんですけど、これ交換して、いやー戻す方がかね難しいかもしれないけど、とりあえずミッション分解してみたいと思います。ここそれはまた次の動画で。では。